ありがとうございます。峰雄太さん。天気は回復しました。最低気温水面上、先ほどまではスタートライン上やや追い風という状況でしたが、この時間帯は風自体はだいぶ弱まりまして、多少横風というような状況になっています。久田さんは、ウィルさん頭で、もしお会いできます。ニアリバーさん、全然もう余裕で、はい、僕みたいなもんでよければ全然余裕で話しかけてください。フラフラしてるんで。山下太郎さん、めっちゃあれすごい。ありがとうございます。そうですね、ちょっと成功させたいんでしょうね。2回やって全然当ててないというね。もう本当に無効ですよ。ダメですよね。マジで当てたいんですよね。さあ、これウリュウ選手がというよりももしかしたら三角選手がね、スタート全速で行くようなことがあれば寺田選手叩くこともありますからね。そうなったら面白いですよ。だったらもう三差しですよ。ウリュウ選手の頭、波乱。まあでもスタートそうかな。三角選手も単勝負だったらウリュウ選手の方勝っちゃいましたけどね。ただもう萩原選手はちょっと気になって僕は仕方なかった。前半戦見てターンの質的なものとか。これ2位行くんじゃん。これ番番番、おこれ萩原選手行ったか。スタートしました。いやいや狙ったのは4コースから外。2位ジカーか。しかし1番の確定も伸び返してイン先は1番の寺田。3コースから3番ウリュウの刺せ。炸裂1番の寺田の。あーっと浜田選手が刺さってきた。萩原ちょっと3番のウリュウ、やばいやばいやばい。6無理だ。これも絶対無理。トッパラス今3人並んでいます。これ、ハゲラ選手の頭ですけど、これ絶対6無理だろうな。100% 無理。100% 無理。握りか。6来い。無理か。無理。最悪だ。最悪。マジか。何だったんだ。やっぱ2位が余裕で刺したな。いやー、バイオ、ほら、もう、ターンの差。すいません。くっそ、むかつくよ。なんだあれ。いやもう僕棒外してますからね。もうドカ外れ、ドカ外れです。いや萩原選手の、まあ、回り足は前半戦見たら、まあ、良かったっていうのはありますよね。ただ選手やっぱりいつもポカるよな。うーん、あれだ。先頭が4番の萩原秀人、リードウルー選手が曲がりましたよね。しかも2番手水槽しかもいなくなったし、張りに行ったからそれはいなくなるわみたいな。お、当たってる人いる。やば。いやーちょっと寺田選手というのはまあ、なんだね、ゆるーく寺田選手まくられたんだろう。ちょっとよくわかんねえな。いやマジで萩原選手もう周り足は完璧でしたね。ちょっと浜根谷選手に関してはちょっと申し訳ないですね。僕ちょっとこう動画でいやいやいやっていう風な感じで言ってたんで、ちょっと申し訳ないです。すいません、すいませんでした。くそ、広げてたからよかったな。4号に寺田選手ね、本当によくありますよね。SG とかだと本当寺田選手の頭は本当に怖いですからね。絶対買わないですからね。いやーまくりも決まってたからな、微妙に。なんかあ110倍か、まあ、そんなでもなかったっすね。はい、ということで心の戦いですもんね。さあ前付けから見ていきましょう。ちょっと音を上げますね。さあこれでん、これ吉川選手も安藤選手はもう完全に外ですね。吉川選手もいってる。これはどうだ。多分行くならグッと行くでしょう。混戦の展開となりました。予選道中、いや入れないはず。いやオールスローですね。これは4が入るってことは谷村選手引かないから。かなり激しく動き出てきました。これはちょっとなんか 1,2,3 もすごいキュンキュンになってるぞ。風はほぼ収まりました。水面で12レースの優勝戦となります。あ、これはちょっと後ろ引きそうですね。いや、ちょっと内、ちょっと待って、これ、内が若干深くなってるぞ。これ、5あるんじゃん。
だったらもう怖いけどな、5、6とかになっちゃう。1番の稲田浩二、5、4とかになっちゃう。をかける2コース、今年連続優勝の怖い賞は G 番でも2番の市橋隆史2コース。抜いたな。その少し前方になりました3番のキツアイ、威力増す直線とか。これだと。さあこの3コースでどう生きるかというところですが、やや深くなります。吉川選手、さっきすごい言ってたけど、一足悪くなかったからな。スタート揃いそうだな。さあダッシュが2人となりまして、止める可能性あるから。今季は自己最高勝率11番谷村和也、スタート切ってきたらちょっと怖いけどな。地元の記念初制覇へ意地を見せるか、6番の須藤博道、結局はダッシュの6コース。あ、やばい、これ遅れた。深くなりましてインコースから、これ吉川選手遅れたんじゃん。3番、5番、4番、6番です。よし、OK、まくった。スタートしました。1コースから1番の稲田、トップスタートを決めた。よし、1号だ。スタートから圧倒的な展開になりました。1番の稲田が逃げる3コースから、おきつのまくり届いていません。内をつく一橋も届かず、逃げました。1番の稲田、早くも直線三点進、スタートは前提正常でした。追っての2番手は、吉川選手。いや、直線は弱いか。吉川、さらには6番の須藤がくぅ、これ、ちょっとまくさされたら終わり。1番の稲田、2幕の須藤選手、中に飛び込んできてくれ。5番の吉川、内を捉えて、うわくっそ、やばい、マジやられた。ホームステレッチでは2番手、3番のキス、リードは広がりました。5番の吉川、外前でそのまま勝っちゃったな。一谷選手ちょっと付き合ったか。その後ろは内をつく2番の一橋が4番手、後方は4番谷村、6番の須藤が。いやこれ無理だな、直線が強いから。3番手、あるか。吉川選手、振り切った。3番の吉川選手、直線はやばい。ただ周り足は絶対吉川選手は強い。あ、これワンチャンあるかも。内が振ってるよ。吉川選手、内入った方がいいんじゃん。吉選手、周り足。あ、これ刺さったかも。無理。無理。喉が。くっ、くっそ。3号。くっ。G1 初優勝への残り1周を切りました。最後の1幕、2番手水槽、3番のキス、そして3番手はここの吉川で最後のバックテレッチへ移りました。コース取りからプレッシャーを受ける一戦も、さすがのスタートの決めましたね。インからトップスタートを押し切りました。いや、スタート行ったと思ったんだけどな、先前できなかったですね。沖選手よりももう伸びてるからしょうがないよな。内谷選手がちょっと飲まれちゃったな。プレッシャーに打ち勝ちまして、10番これが初優勝、3番エドバーチャンス、そして5番の吉川、3番で先頭1番稲田浩二、 G1 初優勝のゴーリン、3番沖津ゴーリン、5番吉川ゴーリン、まあしゃあない、これは沖選手ね、外前して内谷選手ちょっと飲まれちゃいましたね。稲田選手があんだけ切ってたんで、しかも沖津選手もスタート切ってたんで挟まれちゃいましたね。さあということで昼の部という形でやりました。どちらも外れてしまいました。ただ後半もありますので夜の西島チャレンジでお会いしましょう。さあ次回の船券はこちら。今回に引き続き先日やったライブ配信の西島チャレンジ夜の部、そちらの方をやっていきたいと思います。激アツ展開必須、ザワザワすること間違いなしのレース展開になると思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。シュガーでした。